でございます。またこの65号棟9階建てのアパートとなっておりまして、また屋上部分には幼稚園が作られております。また現在ご案内をしてまいりました、この軍艦島、昭和49年海底炭鉱の閉山後、今年で38年が経ちます。この約40年間、現在までこの島は全くと言っていいもの